今新横ですね。どこ向かってるんですか、これ。今日は京都ですね。今から京都に向かって行きます。誰に会いに行くかはまあお楽しみということで、また車内で乾杯だけ取ります。では、はい、お願いします。はい、まだですね、座れません。予想以上に春休みで混んでました。でも隙間で乗りますから、今から。今どこですか。ちょっとこんなとこですか。こんなとこですか。この車両と車両の間でやっちゃいます。自由席なんでね、残念ながら座れなくて。では向かいます。そして日本優勝おめでとう。ましたよ。暑いよ。京都は何度、やっぱ25度あるのかな。25度ぐらいあるね。初夏ですね。今日会う人は9時まで仕事らしいんで、今4時50分です。鴨川パトロール、鴨川パトロールします。ちょっとなんか行ってきます、はい、歩いて。いや、新幹線混んでたね。新幹線はもう絶対追加指定席で行ってきます。以上、はい、行ってきますパトロール。はい、到着しました。ちょっと歩いて鴨川沿いまで今ね来たんですけど、これちょっとわかるかな、後ろ桜、桜咲いてますね。吉野さんが、吉野さんですかね、多分これ。うん、あっちの入り口側はもっと咲いてたよね、うん、いや、なんて言ったってね、あったかい、暑い、暑いよね、もう半袖で全然、本当にいい感じだ。いやー、だから今何時、今5時10分。5時10分から、まあ、パトロールしつつ、穴場の居酒屋を見つけつつ、でシャルゲストを待ちますから。そういうことですね。一旦パトロール前の一コマでした。はい、お疲れ様です。商店街来ましたね。1軒目終わって2軒目です。今3畳です。1畳2畳3畳です、はい、それが商店街、それが何なのっていうね。なかなかよ。では2軒目行ってまいります。行ってきます。オフショット。暑くないんだよ。うん。英語入れて。18度。18度。暑い、まだ足りなくて、もういっぱい買ってきちゃいました、お酒。歩きましたね、結構。歩いたね。結構足痛いよ。ちょっと、本当つけよう。どうつける、つける。宿着きました。明日、物件見に行って。はい。滋賀県の方に行きます。うん、今日は、この後。もうすぐ寝ます、考えて。はい。では、1日目京都。はい、はい、ということで、突然もう帰る時間ですけど今回のね、目的サブロに、サブロ君に会いに来ましたんで、午前中にね、物件見に行ってね、全然撮るの忘れちゃったんですけど、これ、京都タワー映ってますけど、物件自体は滋賀の滋賀県ですね。瀬田っていうところ、瀬田川のね、唯一、琵琶湖の水を放出してる川ですから。さっき知ったよ。タクシーの運転手詳しかった。唯一ね、何百本も入ってきてるんですけど、唯一瀬田川だけ出してますから、その瀬田です。いい物件があったので、ちょっと話を進めていこうかなというところですね。今は京都で働かれてるんですね。で、うちにね、3年ぐらいいたんですよ。で、各店舗みんなメンバーも知ってるしね、うちのやり方も知ってるので、まあ、いろいろ問題、何も問題ないのかなということで、じゃあこの京都の続編はまたお楽しみに、進めば YouTube の方も進めていきますので、このね、京都編はまだ入り口なんで、ここからどう進んでいくかっていうのを、こうご期待ですね。じゃあ締めましょうか。いつものやつで。はい、はい、さよなら京都。琵琶湖も見たよ。でかかった。